着席。皆さんこんばんは。アピタルアレルギー夜間学校の時間です。この学校は朝日新聞医療サイトアピタル、株式会社新産業文化創出研究所、メディアサイト株式会社の共同制作運営、株式会社クロエ、株式会社クリニカルトライアルの特別協賛で、秋葉原 UDX スタジオより生放送でお届けしています。今年4月から全12回にわたり、毎月第4水曜日の夜9時から喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、花粉症などアレルギー疾患に関する正しい情報と対策法をお届けしています。私は日直でアナウンサーの小林美幸です。今日はアトピー性皮膚炎の講義ということで、冬になると皮膚のトラブルを抱えている大人の皆さんにもぜひ見ていただきたいと思っています。そして一緒に授業を受けてくださるアレルギー夜間学校の学級委員長でアピタル編集長の平子義則さんをご紹介いたします。平子さん、よろしくお願いします。平子義則です。朝日新聞が運営する医療サイトアピタルの編集長をしています。アレルギー夜間学校ですが、今日はアトピー性皮膚炎、第一人者で、いらっしゃる江藤先生をお迎えしています。まあ、アレルギー夜間学校一連の授業なんですけれども、とはいえ寒くなった冬、皮膚のトラブルを抱えている方全般にですね、非常に良いアドバイスをいただけると今日は聞いておりますので、アトピーだけでなくてですね、そういったその日常の皮膚のお手入れ、化粧品のことも含めてお話が聞けるかもしれませんね。楽しみにしてください。で、いつも通り、番組に対して、ご意見もしくはご質問がある場合はツイッターで、つぶやいていただければ番組中で、利用させていただきたいと思います。その際はハッシュタグシャープアピタル、シャープアピタルでお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは本日のテーマ、冬のアトピー性皮膚炎の対策、成人を含めての講義をしてくださる先生をご紹介いたします。東京帝心病院皮膚科部長の江藤隆先生です。高文先生です。失礼いたしました。江藤隆文先生は皮膚科がご専門ですが、中でもアトピー性皮膚炎を得意とし、この分野の第一人者として知られています。1994年から東京帝心病院で楽しい皮膚科、明るい皮膚科を診療モットーに長年治療にあたってこられました。江藤先生の気さくなお人柄は多くの患者さんに慕われています。本日の講義では基本的なアトピー性皮膚炎の知識とともに、冬の乾燥肌のお手入れの話題などにも少し触れていただけると思います。それでは江藤先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。今日はアトピー性皮膚炎の話をさせていただきます。スライドを使っていろいろ説明させていただきますので、よく聞いてください。表紙はこの、白熊くんがですね、子供と昼寝をしているところですけれども冬のこの寒い中でですね、この白熊くんはですね健やかに暮らしていますが、我々は冬になるとですね、この白熊くんのようにですね毛がたくさん生えてませんから、非常に乾燥しやすい。どんな人でも乾燥していくんですけど、特にアトピーの人は乾燥に弱い、もともとバリア少し弱いということでアトピーが悪化しやすい、ですから冬の乾燥、アトピーの悪化というようなことを中心に6つの問題点、これいろんな治療の問題点です、ステロイドの話なんかもしますけれども、その解決法を、出しながらですね説明させていただきたいと思います。では次のスライド行ってみましょう。まずアトピー性皮膚炎というのはですね、どのぐらい昔からあるかというと、病名はまだね、そんなに古くはないんですけれども、その疾患概念というか病気自体のその描写はですね、このスライドにもありますようにローマ時代のアウグストゥス皇帝がもう体中かきむしっていたという記載がある。もう2000年以上前からあったんですね。決して新しい病気じゃないんです。で、ところがアトピー性皮膚炎という病名がついてですね、いろんな治療をするようになってから、ステロイドに対するですね、いろんなその不信感が、特に1980年代後半から90年代に入ったあたりで、いろんな、マスコミの報道なんかでもステロイドの副作用がですね大げさに取り上げられて、多くの人がステロイド不信に陥って、そのためにちゃんとした治療ができなくて、下手すると失明までするようなアトピーの人が増えてきた。
あとは家に引きこもったり、もう結婚を諦めてずっと家にいるような人とか、非常にその社会的な問題があったので、ガイドラインというのが2000年にできました。でそのガイドラインに沿っても今日お話ししてみたいと思いますが、アトピーのまず診断はどうしてるか。皆さんはよくですね、アトピーがあると病院に行って血液検査をして調べてくださいとおっしゃる人いるかもしれませんけど、血液検査はメインじゃないんですね。症状で決めます。でここのスライドにもあるように、ここに1番目、瘡痒、これかゆみのことです。アトピー性はまずかゆいんですね。かゆみがなければ治ると言ってもいいぐらいなんです。ですからこのかゆみをですね、本当に治してくれる治療がこれから出てくれば、アトピーっていうのはほとんどなくなっちゃうんですが、なかなかこれが難しいです。そして2番目は特徴的な浸透、その分布、まあ、書き壊した傷跡みたいなのも含めて赤くなったりカサカサしたりしたりする、そういう湿疹の病変がですね、急性期と慢性って言って長く続くと皮膚が厚ぼったくなってくるんですけど、そういう状態が混じってですね、左右対称におでことか目の周りとか口の周りとか、それからまあ肘とか膝の関節とか、そういうところに出てきて、まあ、年齢によってその特徴的な部分が変わると言われています。で3番目はですね、これが一番、まあ、ある意味では特徴的ですけど、慢性で反復性だということです。一生懸命治して良くしてもまた出てくるんです。だからステロイド塗って治してもまた出てきたら、あ、また出ちゃった、治してくれてないんじゃないかっていうおっしゃる患者さんいますけれども、慢性に続くのが特徴なんで、だからしっかり根気よく治療を長く続けていくという、そういう心構えが必要な病気と言います。血液検査とかですね、家族にアトピーがあるかとかないとか、そういうのは参考にしかなりません。さあ、特徴的な皮疹の分布というか、まあ、赤ちゃん、まずはね、食べこぼし、よだれでこのようにほっぺがカサカサしてきますし、それから乾燥してきて、まあ、小児期になるとですね、非常に乾燥からガサガサした肌、畑っていう昔の表現がありますが、皮膚がガサガサこうした状態は畑と呼ばれてますね。それがかゆくなるとかき壊して、あとは乾燥すると口の周りがかゆくて、こうやって唇を舐めて、だんだん舐めた範囲が広くなるなんて、こんなことも出てきます。そして書き壊すと、もう慢性になるとこういう皮膚が厚ぼったくデコボコした状態、これを我々は対線化、苔に、あと病だれに新鮮の線と書いて対線化病変と言いますが、皮膚が厚くなった状態で書き壊しています。さらには結節性陽疹、結節って結び目のことを言いますけれども、こういう結び目のようにコツコツと触れるような、まあ、船の船底についている藤壺のような状態の発疹が出てきて、これは猛烈に痒い、こんなところまで進むとなかなか治りにくくなります。できるだけ早く軽い痒みのうちから治療することが重要と言えます。顔面になるのは成人の特徴ですね。顔面が赤く痒くなります。20歳ぐらいになったアトピーの患者さんというのは大体顔首がひどくなってきて、引っかくとですね、逆に普通の人は赤くなるんですが、白くこういうふうに抜ける、白色皮膚病気症という言い方をしますが、白く抜けるのもアトピーの特徴と言われてまして、こうやって目の周囲に皮膚病変が及ぶと、目の合併症、白内障とか、それからあと網膜剥離なんかが問題になってきます。さあ、アトピー性皮膚炎の治療をちゃんとすればですね、皆さんほとんどの人は良くなるんですけれども、標準的な治療、すなわちステロイドを使い、そしてスキンケアをちゃんとするということが本当にまだ普及してない、なんとか自然に治したい、何もしないで治るんじゃないか、お水で治そうなんて方いますけども、そういう治療に走って標準治療しない方が、まあ、弊害を、まあ、持ってくる。どんな弊害があるか、こんなものがあります。まあ、一つ一つ捉えてみましょうか。4番目の合併症の悪化として、網膜剥離の失明とか、ウイルス性の髄膜炎などあります。目の症状はとても重要で、皮膚が、その顔の皮膚が悪化している状態というのは、眉毛がだんだんなくなってきてですね、目にも物理的な刺激が加わります。結膜炎とかですね、目のまぶたの眼瞼皮膚炎なんかありますし、角膜が変形して、これちょっと出っ張ってますね、ここね、角膜が円錐形になる、円錐角膜、そして、まあ、水晶体が濁る白内障、さらには網膜剥離といって失明してしまうようなことがある。これは1989年から93年にかけて、まあ、マスコミでもステロイドバッシングが非常にその流行した時代にですね、ステロイドを使いたがらない人が増えたために、網膜剥離の数が1989年から93年3倍にも増えたっていうデータです。2000年になってですね、ガイドラインが普及し始めて、そして新しいプロトピックっていう薬も出てきて、この数はまた減りつつありますが、まだまだそれでも目の合併症は患者さんを悩ましています。